てモテてモテまくりたいです。魔女はどうやったってモテ女には勝てないっていうの。帰りましょうか。ええ、またあの方たちの八つ当たりがこちらに向く前に。そうですね、早く撤収を。でも着替え、お城の中に置いといたままだから取りに行けませんね。水着のまま帰らないと。こんな格好で帰るなんて。ゆうべはひどい目にあった。あのような格好でこそこそキロにつくなど。夜半も夜半だ。誰にも見られることはなかったはずだが。いらっしゃい、クラネルさん。飲み物はいかがですか？クラネルさん。あ、いえ、その、いただきます。どうかしましたか？妙に落ち着きがないようですが。そんなことが。何か隠していますか？ギク。あなたは本当に嘘のつけないヒューマンだ。すみません、実は妙な噂を聞いちゃって。噂？その深夜にリュウさんが水着姿でうろついてたって。ありえません。そのような蛮行行うわけがありません。他人の空似でしょう。ですよね。あよかった。もし本当だったらリュウさんを見る目が変わっちゃいそうだなって。それは夢だ。あ、はい。きっと連日のダンジョンで疲れているのでしょう。そんな話あるわけがない。火のないところに煙が立つはずがない。その噂はあなたが見た夢に違いありません。いや、そうでなければならない。あの何ですか？何かごまかそうとしてます。リュウさんは嘘のつけないエルフだ。クラネルさん、ちなみにその噂はどちらで？さっきアイシャさんが言いふらしてて。すいません、急用ができました。失礼。小太刀持ってどこへ？リュウさん、リュウさん！後日、覆面のエルフとアマゾネスが町を破壊しかねない勢いで戦っていたと、新たな噂が都市を駆け巡った。